いいところに、ちょうど暇していたところです。買い取りも信頼安心の適正価格です。この程度のカスタムでしたらすぐにできますとも。食事こそ命。飢えるのは生きている証。物資の確保は何よりも重要ですよ。間違いありません。お気になさらず、素敵な旅になりますよ。暗いな。
手術を始める。今回で確か18回目か。その体は馬や番のオスカル、20歳。酔って井戸に落ちたらしい。保存状態は良好。<笑>今日切開完了。次は腫瘍臓器と心臓を取り除いて制御核をインプラント。素晴らしい。カドゥが神経に癒着し始めた。以前よりも進捗が早いな。 人工血液のメタアルブミン比率を増やしたのが正解だったようだ。それじゃ脳幹の電極に6600ボルトの電圧で通電させよう。うまくいってくれ。もうあとがねえんだよ。よし、やったぞ。<笑>見事だ。俺がこの手でついに生み出した。 これであの女を見返してやれるぜ。<笑>記録を終了する。<笑>
何かご入り用ですか? これほどの品を一体どちらで? できました。 銃のカスタムも承りますよ。 素敵な旅になりますよ。
には時間がないんだ。邪魔するな。全くしぶといやつだな。おしゃべりはもう飽きたぜ。そろそろ終わりだ。聞こえるだろうなあ。あいつがお待ちかねだとよ。時間がないんだ。邪魔するな。
動くなよ。なんだ。悪くねえ、大したもんだ、ウィンター。なかなかしぶといが、俺にも予定があるんだが、てめえには消えてもらう。
関わるなと言ったはずだぞ。邪魔をするな。なんだ偉そうに。ミヤを殺したクソ野郎めが。俺がミヤを殺す？あれはミヤじゃない。ミランダだ。何？奴は生体兵器だ。擬態能力でミヤに化けていた。あの銃撃でも殺せず、とどめを刺しに来たんだ。ふざけるな。ならなぜすぐに言わなかった。もし知れば介入すると思ったからだ。民間人を巻き込めばややこしくなる。なぜ俺たちなんだ。どうしてこんな目に。そうだな、分かった。お前には説明しておこう。レンチを貸せ。手短に言うと、ミランダは正気じゃない。この村の化け物たちは全て奴が生み出したイカれた特異菌の実験場だ。特異菌？ルイジアナと同じ。なんてこった。家族を救えると思ってたのに俺は無力だ。ここからも出られない。いや、そうでもない。これを見ろ。数分前に部下から届いた。ミランダ。その先を。ローズ、まずい、行かないと。落ち着け、今は部下が監視してる。だが、やつは娘を。分かってないな。お前一人ではミランダには勝てない。俺は戻って爆弾を仕掛けてくる。エレベーターを使え。地上で会おう。俺たちで必ずローズを救い出すんだ。共にな。ああ、蹴りをつけよう。ミランダを見つけて奴を終わらせてやる。よし、それじゃこれを使え。忘れるなよ、一人で突っ走るな。引き返せない。こいつはポリマーか。あいつにはもってこいだな。待ってろ、ローズ。
ゴキブリ並みの進歩さだな。そんなガラクタでやり合うか。いいな、ならミランダとやり合う前の肩慣らしといいか。肩をつけようぜ。男の子の罪なんだよ。お前の死体も俺の軍団に加えてやるよ。長く遊んでやるよ。これが父親の愛の力ってわけか。もっともっとだ。まあいいよ。さあ、この攻撃の肉体に生き直し。これだけはあのクローンに噛んじゃってえぞ。奴にもらった力で奴を殺す。これ以上ない親子を取ってわけだ。シートベルトはしてるか。どうだ。何のことでしょう。そう、そうでなくかな。俺の気持ちがわかるか。奴に支配させてきたこの気持ちが裏の連中がこいつを救えないことだらけだ。俺は自由を求めて戦う戦士だ。俺も暇じゃねえんだな、兄さん。お遊びは終わりだ。ハイゼンベルクを倒した。ミランダを見つけてローズを取り戻す。一人じゃ無理だ。危険すぎる。そこで待て。いいな、イーサン。ローズ、イーサン、
応答しろ。ミア、大事だろ、私たちの娘は。俺の全てだ。私にとってもだ。ハイゼンベルクを消し、それからどうする？何か手があるのか？わからない。だがローズは助ける。愚かだな、お前は。妻に入れ替わっても気づかずに。哀れな、イーサン。お前誰だ？ローズは。やめておけ。得意金の力を持つエブリンを覚えてるか？ローズはその力を引き継いだ。いいや、あの子はエブリンさえも凌駕するだろう。あらゆるものの精神を操作できる。その肉体が欲しい。黙れ、怒り女め！心配いらぬ。ローズは復活する。この金婚は全て記録しているのだ。ただし、その時は私の娘として生まれ変わる。ローズはお前の子じゃない。どこに行った？姿を見せろ。なぜローズが誕生したのか、両親に因子があるのか。お前もまた興味深い存在だ。だがお前の力は把握できた。モルモットとして生かしておく必要もない。ミランダ、臆病者め、隠れてないで出てこい。恐れるな、イーサン。死は一瞬だ。金婚はお前も記録する。お前の血は後でゆっくり研究するとしよう。夜明けが訪れれば我が儀式は完成し、私は真の母親となるのだ。血が永遠につながる限りな。これまで長かったが、ついに我が願いが叶う。ローズをよりしろに、ようやく我が子と再会を果たす時が来た。隊長、イーサン・ウィンターズの死亡を確認。遺体の回収は断念したが、記録だけは残した。画面を共有しろ。状況を振り返ろう。俺たちはミスをした。昨夜ミアに化けたミランダを始末したが、奴は生きていた。死体にまで期待できるとはな。俺はローズとイーサンを移送した。ミランダが感染させた可能性があったからな。だが二人を乗せた護送車が襲われ、駆けつけた時にはイーサンもローズも消えていた。イーサンとの最後の電話で俺はミランダの声を聞いた。奴が殺したんだ。報いは必ず受けさせる。クソ、いつまで続くんだ。何のことだ、任務か。全てだ。この事件を追ってもう3年だ。時間をかけすぎた。スクワッドならいつでも行けるぜ。BSAA のお出ましか。さすが早いな。任務変更は？いや、変更はなしだ。
ミランダを始末し、ローズを救う。ただそれだけだ。もう失敗はできない。じゃあ人暴れするか、昔みたいにな。任務開始。了解。了解。K9、BSAA の動向が知りたい。探ってくれ。了解、任せな。隊長と暴れるのは久々だな。最後はいつだ、中東か。情報任務ばかりで腕がなまった。だがおかげでミランダの狙いを知れた。ミアに化けてるってのは半信半疑だったが、頭に5発食らったのにまだ生きてるとは、君が悪い。まずはあいつを片付けないとな。援護は任せろ。さあ行こう、うん、全員適正 BOW に注意しろ。了解。適正 BOW の集団とコンタクトした。予想より数が多い、気をつけろ。機を見つけた。警備2人行けそうだ。油断するなよ。なんだあのキモいのは。あれ全て得意品か。おそらくミランダもあそこだ。急ぐぞ。ナンバーアイズ、捉えてるか。うん、見てる。目標まで200。
まで巨大な特異菌のコロニーは聞いたことがない。到着。でかすぎるな。いいぞロボ、座標にぶちかませ。了解ボス。
くれ。群れがそっちへ向かった。地下へ侵入する。お前たちは地上で待機しろ。隊長、村の菌をベイカー邸のサンプルと比較したんですが、 E 型にあったゲノム編集の痕跡がない。こっちが原種です。移動する。それまで辛抱してくれ。
このまま進む。お前たちは上で待機してろ。ミランダがミアに化けてたなら本物のミアは生かしておく理由もないだろうな。だがわからないな。ミランダはどうやってローズのことを知った？金目当てのお友達から。後で調べれば済む。作戦に集中しろ。あったぞ。これが金庫か。こちらあるわ。金庫を発見した。これで全て終わりにできるな。ああ、ようやくな。N2 爆弾を設置。この村ごと軽く吹き飛ばせる。すぐに離脱して起爆を。ミランダがまだだ。今度こそケリをつける。このまま進む。了解。待機する。隊長、採取場にミランダを確認した。監視を続けろ。俺が指示するまで手は出すな。今さら言ったところで遅いが、E さんには全て話すべきだったな。時間がなかった。移送中にミランダが蘇生するとは。だとしても話すべきだったと思うぜ。そうだな。これはミランダの研究室。こいつで BOW を操ってるのか。
ペンサーが村に。バカな。手を挙げろ。アンバーアイズ、ミランダは今どこにいる？まだ採取場だ。何かの準備をしてる模様。驚いた。本物なんだな。無事でよかった、ミア。どうしてここに？突然捕まって、いろいろと検査された。ミアと言ったか。ミア・ウィンターズ。ああ、本人だ。そっちの状況は？さながら戦争だが、なんとかなりそうだ。任務を優先しろ。俺はこれから採取場へと向かう。待って、ここに置いてくつもり？約束したはずでしょ。私たちのことを守るって。全てあなたの言う通りにした。こっちに引っ越したのだって。家族と一緒ならそれでいいと思ったから。ねえ答えて。夫は今どこにいるの？私の娘はどこ？イーサンはもういない。救えなかった。だがローズは生きてる。来い。ここももう危険だ。いないってどういうこと？死んだ。残念だが今は逃げるんだ。この村を爆破しないと。ダメ、違うわ。隠し通しておきたかったけど。あなたは彼が特別だってことを知らないの？
どうなってるんだ。誰かいるのか。寒い。どうしてこんなとこに。くそ、怖いそうだ。着手だ、体が。バカみたい、お前。エブリン、どうしてこんなとこに。お前は死んでる。死んでる。そうか、俺はミランダに、いや、俺はローズを助けに。違うよ。ミランダのせいじゃない。お前はずっと前から死んでる。何言っているんだ。俺はまだ。ほらね、ミランダに殺されたんじゃない。一度もおかしいと思わなかったの？今まであんなに傷ついてきたっていうのに。思い出して。3年前のあの日、ベイカー邸で、お前はジャックに殺された。お前はとっくに死んでたんだ。そんなバカな、ありえない。だから動けるはずがないんだよ。いい加減なこと言うな。動けるはずがない、わかる。ふざけるな。じゃあ今までの俺は。俺は自分で。ローズ、ミア、分かったでしょ。お前の体は全部カビでできてるんだよ。お前はもう二度と家族には会えないよ。家族、俺の家族、ダメだ。ローズを助けないと。娘よ、お前はもう死んでる。死んでるんだ。お願い、どうぞ、必ず助ける。ようやくお目覚めですかな。ここはどこだ。私の馬車です。ひどくうなされてましたね。デューク、ハイゼンベルク卿とは激しい戦いでしたな。ましてやミランダまで現れるとは。
どれくらい寝てたんだ。もうすぐ夜明けです。デューク、頼みがある。ミランダのところへ。そうおっしゃると思い、すでに向かっております。間もなく着きますよ。ありがとう。しかし、よろしいのですか。そのお体はまるで朽ちかけているようだ。ああ、分かってる。愚問でしたかな。これも愚問だろうが、お前は何者なんだ。私自身も存じかねます。着きました。助かったよ、ウィンターズ様。あなたはもう人の世に戻ることはできませんぞ。ご覚悟は。ああ、できてるさ。急がないと。これが最後のチャンスですぞ。おお、これは機械と命のアッサンブラージュ。ハイゼンベルク教の鼓動を感じますな。ああ。すぐに仕上げましょう。いよいよ旅も終わりですな。最後にパーッと散財なされては。ああ、それに興味をお持ちになるのも当然です。それを選ばれると思ってました。
どうかお気をつけて。世話になった。武器や持ち物は十分ですかな？真剣にお選びを。あなたを見送るのもこれが最後でしょうな。